令和2年1月12日大阪エキスポフラッシュフィールドにて2019、JPFF オーシャンボールトーナメント西日本セミファイナルノービス対金沢ワイセンベルクの一戦が行われます。試合開始13時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側バックスタンド側ホワイトのユニフォームが金沢ワイセンベルク、中日本エリアを勝ち上がってきての進出です。奥側カラーブラックのユニフォームがノービス、昨シーズン準加盟、今季より新規加盟しました新設チームです。ノービスは新設チームにして本戦進出です。ノービスキックオフ、ワイセンベルクリターンで試合が始まります。さあ皆さん盛り上がっていきましょう。ランニング29番ハンドオフから右オープンへのランプレー、パンター9番このパントシャンク、自陣を脱出することできずハーフウェイ付近で金沢の攻撃と変わります。攻守交代。パス成功、ファースタークォーターバック12番ハンドオフェから右にスプリントアウト、そこからスクランブル、ファーストダウン獲得です。インターセプト、クォーターバック12番エンドゾーンへのロングパス、しかしこれを取ったのはノービス。ナイスラン、ファーストダウン、ナイスラン、ファーストダウン、ノービスナイスディフェンス。ランニングバック42番オプションピッチを受け右オープン狙いましたが、これをノービス7番がチャージし大きくロス。パス成功、ファースター。ランニングバック3番オプションピッチを受け左オープン突こうとしましたが、これは金沢ワイセンベルク47番がチャージしノーゲイン。パス成功、ファースター。クォーターバック47番オプションフェイから自らキープ、約7ヤードゲイン。金沢ナイスディフェンス。ノービス28番中央突破を図りましたが、これを金沢47番がチャージしロス。パス不成功。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了しまして、ノービス0点金沢ワイセンベルグ0点、両者無得点で後半戦に移ります。スナップをキャッチミス、パンタ5番抑えましたが大きく後退しての攻守交代です。ランニバック42番ハンドオフから右オープン狙うをここでボールをファンブルをしたボールを抑えたのはノービス、したがって攻守交代、ターンオーバー。金沢リターン22番ノービス陣20ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。パス成功、ファースターキッカー42番キック成功、3点獲得。金沢ワイセンベルク3点ノービス0点。ノービスリターンナイスリターン。金沢ナイスディフェンス。ノービス中央突破を図りましたがこれはディフェンスラインのプレッシャーによりむしろロス。クォーターバック12番ハンドオフウェイから中央突破を図りましたがこの時にボールをファンブルしておりました。それを抑えたのはノービス、したがって攻守交代です。ターンオーバー。ノービスランニングバック1番にハンドオフ、右オープンへのランプレー、しかしこれはカバーしており1ヤードのゲインで止めました。中央へのランプレー、金沢ファーストダウン。パントフェイクファーストダウン。金沢ファーストダウン。ランニバック9番ハンドオフから右オフタックルを駆け上がりファーストダウン獲得です。パス成功、ファーストダウン。インターセプト。クォーターバック47番スクリーンパスを投じましたがこれをチップされ、それを取ったのはワイセンベルク77番、攻守交代です。ターンオーバー。ここでスナップミス、金沢抑えましたが大きく後退しての攻守交代です。ノービスファーストダウン。クォーターバック47番スクランブルから中央突破、ファーストダウン獲得です。抑えたのは金沢、したがって攻守交代。クォーターバック47番左スプリントアウトからのパスを投じようとしましたがこの時にボールをファンブルを抑えたのは金沢56番、攻守交代です。ターンオーバー。2ダウン、時計を回します。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして金沢ワイセンベルグ3点ノービス0点、金沢ワイセンベルグ決勝進出です。試合終了しまして、金沢ワイセンベルグ3点、ノービス0点で金沢ワイセンベルグの勝利です。ごちそうさまでした。ありがとうございました。